はい、たくさんね実験やりましたよね。はい、はい、疲れたのでちょっとおやつの時間にしましょうか。いやありがたいですね、はい、かなり糖分を欲してます。そうですよね、はい、うちのスタッフにねこちら作ってもらいましたので、うん、ホットケーキ食べましょう、はい、そう、カメラさん一回ちょっとちゃんと抜いてもらっていいですか。私すごく納得いってないとこがあって、これ私のです、私のです、はいはい、いや糖分欲してるんですよね。そうですね、この前ちょっと元気先生のちょっとこうスライドしてもらうと、はい、わかります。いや、まあ、ホットケーキですよね。ちょっと隣じゃ何ですかね。隣は、はい、これもホットケーキですよね。え、ホットケーキだと思うんですけど、はい、チヂミ。あの薄さ、ホットケーキってやっぱ今のパンケーキとかね、いろいろ流行ってるんですが、はいはいはい、なんかふわふわ感というか、うんうん、があるものだと思ってるんですけど。そうですか、ちょっと横で見てみます。あ、見ますか、はい、ふわふわ感ない。どう見てもおかしいでしょ。チヂミ。これあのね、スタッフの方が作ったということで、はいはいはい、まあ、元気先生の忖度かなと思ってるんですけど私。いや違うんです。あ、でも味は美味しいかも。じゃあ、まあ、一旦食べてみます。いいですね、食べてみますよ、はい、ちょっと半分にね切ってね。あ、はいはい、はい、美味しくいただきましょう。おやつの時間です。先生、はい、あの簡易ナイフがねあまり入らない、うん、あ、本当ですか。こんな綺麗に切れましたよ。切るの早くない。こんな綺麗に切れましたよ。ちょっとプラスチックが歯が立たないっていうことですか。頑張って切りましたけど。あ、なんすかそれ。あれ間違ったな。カメラさんいきますよ。見てこれ、あ、タルト生地みたいな。ああ、え、ちょっとこっち見てください。ほら、美味しそう。美味しそうな。ほら、あ、ふわふわ。そうなんですよ、このね、この空間ができてる、まあ、これですよ。そうだ、はい、はい、先生、はい、なんすか。忘れてました。何を。ホットケーキって、はい、まあ、小麦粉と砂糖と、はい、あと重曹とかで、ね、こう混ぜた生地で作るんですよ、うん、そうね、ふわふわ感が出てる、はい、で僕これで作ったんですけど、はい、ハイス先生の方だけ、はい、ちょっと重曹入れるの忘れちゃいました。重曹入れない、忘れるってあります。いや、重曹たまたまね、切らしてたんで。ああ、なるほど、切らしてた、はい、入ってるよね、一回こっち。こっち分はあったんですけど、一応ちょっと食べてみてもらっていいですか。ああ、了解です、はい、どうなんだろう、美味しいかな。おやつの時間です、うん、ちょうど3時ですよ、ほら。あ、本当にリアルに3時が、ね、うん、合わせてくれて。どうですか。美味しい。あ、美味しいんですね。うん、何も味付けないけど、まあまあ食べれる。うん、美味しい、ふわふわ。もうね、刺さらないのよ、なかなか。大丈夫、砂糖入ってる小麦粉ですから。どうですか。うん、あのね、うん、なんかすっごいこうねちゃねちゃしてる感じの、はいはいはい、新しくこれから流行りそうな食べ物ですかね。絶対入らないでしょうね。あ、本当ですか。そっちに1万円をかけてもいいです、私は。マジっすか、はい、これはない。ちょっと端の方もらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。全然全然つけないんで。ちょっと硬くないですか、まず。おお、なんか、はい、あれ、小麦粘土。粘土って言いましたね、今ね。はい、なんかぜひ食べてください。小麦粘土、いただきます。はい、流行りそうですか。ああ、うん、これはね、ホットケーキではないないですよね、うん、はい、うん、すごい、これホットケーキじゃないですね、はい、ということでね、ホットケーキにはね、重曹、はい、つまり炭酸水素ナトリウムが必要だっていうことはね、すごい分かりました。はい、じゃあこの炭酸水素ナトリウムがどうしてふわふわにするのかをちょっと実験しましょうか。あ、ぜひやっていきましょう。はい、はい、ではですね、ホットケーキに入っていたこちらに、ね、炭酸水素ナトリウム、重曹を用意しました。はい、はい、これでね、バーナーで熱していこうかなと思います。はい、でもう一つね、比較用にこちらにね、熱しない炭酸水素ナトリウム、こちらに置いておきましょう。はい、はい、加熱する時のポイント、ハイチ先生お願いします。はい、今からここにね、ガスバーナー当てて加熱していくんですが、これですね、液体が発生します。で、液体が発生すると当然このまま熱してしまうと、ここに液体がたまるので、そこに当たるとですね、まあ、割れる原因になります。で、それを防ぐために必ず試験管の、まあ、口というか頭の方をですね、こっちを下げて、ここに液体がたまるように、この角度で熱するようにしてください。で、なんか僕 YouTube 見てたら、はい、この実験をやってる先生がですね、はい、この液体がこの底についた時に、はい、水が沸騰して試験管が割れる可能性があるのでって言ってたんですよ、はい、で、そうやって書いてくださいって言ってたんですけど、はい、まあ、正確にはですね、まあ、このガラス温まると膨張するんですよ、はい、物っていうのはね、大体温まると膨張します、はい、で、そこに液体が触れると、はい、そこだけ冷えて縮まるんですね、はい、なんで一箇所だけ縮まっちゃうんで、そこで歪みが起きてパキッと割れちゃうっていうことなんですよね。なるほど、はい、なので絶対ね、液体が発生する可能性のあるときはこう下げて熱しましょう。はい、そんな感じですかね。まあ、
あとはちょっとここ試験管入れてあるんですけど、はい、気体が出てくるかもしれないというところで、はい、それを集めたくて水の中に、ね、試験管の中に水を全部入れてありますね。はい、でもう水中で締められるように水中に栓も用意しておきます。はい、はい、よし、じゃあ当てていきますね。はい、重曹はねどう変化するでしょうか。はい、あ、ブクブクいってますね。あ、本当だ、もうブクブクいってますね。ちょっとじゃあここに試験管を入れて、はい、でこうまあすぐ溜まっていくんですが、1本目は、実験では使いません。1本溜まったらその子はちょっとまた入れておいて2本目を集めていってください。カカカ噛んでる。すみません、すごい勢いで。ね。さあ、何本分集められるかですね。これね。あ、なんか液体がね出てきてますね。そうですね。中に水滴がついてますね。はい。ただ炭酸水素ナトリウムはまだ見た目的にはあまり変わってないですかね。うん、確かに。相当発生してますけど。ね。これちょっとハンで手分けしないとね。そうですね、一人では確実に無理なので、ね、慌ただしい実験ですね。みんなで仲良くやってください。はい、仲良くがポイントです。ギクシャクするとね、実験はなかなかうまくいかない、ね、はい、落ち着いて事故ないようにやっていきましょうね。あ、結構な量気体が出てますね。おー、ブク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 いっていますね。はい、もう3本集めきりましたね。はい、ということでね、どんどん、まあ、今ね炭酸水素ナトリウムから何かの気体がどんどん出ているっていうことですね。はい、結構ねガスも発生するし、うん、液体の量も結構発生してますね。そうですね、そろそろ出ていいですかね。そうですね、出てくるガスも少なくなってきましたのでいいでしょう。はい、先生、これ火を消す前にちょっと注意することがあると。そうですね、はい、はい、もしこのままね消してしまうと、はい、中ね空気がね温まって膨張してますから、はい、その後こっちだけ消しちゃうとこっちの空気が冷えて、はい、でこの水をね吸い込んじゃうんですよね。なるほど、はい、なので必ずこう液体から缶を出して、はい、そしてからバーナーを消してください。これでね水が逆流するのをね防ぎますね。はい、はい、ということで3本の気体と何かここに液体とそして白い固体が残りましたね。はい、じゃあそれぞれが何なのか調べていきましょうか。はい、じゃあまずこちらからいってみますか。なんか液体、はい、じゃあ行きましょうか。はい、こちら塩化コバルト紙というのを使いましょう。はい、いきます。はい、はい、青色塩化コバルト紙をこの口につけると、お、はい、一気に、ね、ピンク色に変わりました。ということはコバルト紙が変わっているのでこれは水、はい、ということですね。水が発生してますね。はい、これちょっとあの取り外す時のポイントなんですけど、はい、ちょっと熱いと思うので、はい、ちょっと熱くないか冷えていることを確認して出すんですけど、はい、もしこうやってやっちゃうと今ジューっていったの聞こえました。はい、はい、これ見てください。はい、あ、見えますかね、この辺がひびが、はいはいはい、あ、入ってますね。こんな一瞬で、ね、そうなんですよ。なんで熱されたあの、ね、ガラスに水がちょっとひってもつくとこうやって割れちゃうのでね。なんで必ずこう口の方を下げておかないと割れちゃうと、はい、割れちゃう。そしてできた後だったとしても、うん、はい、これ水つくとどんどん割れて、ね、どんどんひびが広がっていってるんですけど。おお、すごい、はい、この辺は、ね、気をつけながら作業しましょうかね。はい、すごい、普通に割れてびっくりしたな。意外と簡単に割れますね。はい、ちょっとじゃあ一応この個体出しておきましょうか。はい、はい、後で使うので、はい、はい、なんか白いサラサラの個体ができましたね。はい、取っておきますね。はい、こちら3つね気体を取っておきましたので、はいはい、これをね何の気体なのか調べていきましょう。はい、じゃあまずねこちら石灰水を気体と反応させて変化があるかどうか観察しましょうか。はい、石灰水が白く濁ったら二酸化炭素ですね。そうですね、はい、いきますか、いっていいですか。はい、お願いします。よいしょ、じゃあ入れますね。はい、おお、分かりやすくちょこちょこ入れますね。早っ、明らかに白く濁りましたね。はい、石灰水を白く濁らすということは何の気体でしょうか。先生、さっき言ってましたけどもこれは二酸化炭素と二酸化炭素ですね。はい、はい、ちょっと同時にじゃあ火で、ね、線香とかマッチの火を近づけて、はい、この気体調べてみましょう。どっちからいきますか。じゃあまず線香いきますか。線香いきますか。はい、じゃあこれまた二酸化炭素と分かっているので、はい、
まあ、どうなるかっていう。そうですね、皆さんも予想してください。はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きます。よいしょ、中入れちゃいますね。はい、入れると入れると、赤くね、なってたのが見えますか、消えて灰になっちゃってるんですけど、ついていた火がね、消えちゃいましたね。そうですね、中が二酸化炭素で消えてしまうと。そしてじゃあ3本目は、じゃあマッチの火近づけてみましょうか。はいはい、もし中身が水素とかだったらあれですよね、ポンって音が鳴って燃えるやつですよね。そうですね、二酸化炭素なので、まあ、どうなるかと。はい、はい、じゃあ蓋だけしますお願いします。はい、はい、いきます。はい、ということで変化は特にないですね。はい、水素ではないですね。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、気体を何なのか調べることができますね。はい、でまあ、最初からね、まあ、石灰水入れちゃったんで分かったかと思いますが、二酸化炭素が発生しているということでしたね。はい、じゃああとですね、はい、固体ですよ、残った固体が何なのか。はい、じゃあまずあの試験管に今できた固体を入れましょうか。はい、はい、こちらがですね、熱を加えた後の白い粉ですね。はい、こちらが熱を加える前の炭酸水素ナトリウムです。はい、はい、それがですねどう違うのか、まずじゃあ水に溶かして溶け方とか調べてみましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと水を入れます。はい、でちょっと振って溶かしてみてください。はい、どうでしょうか。これはどうなんですかね、まあんまり溶けない、溶けてないですね。溶けにくいですね。うん、やっぱ残ってますね、だいぶ下の方に、ね、見えますかね、だいぶ下にこう、そうですね、残っちゃって、はい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 、水に溶けにくい物質になってますね。なるほど。じゃあこっちの最初の炭酸水素ナトリウムどうなんですかね。結構よく溶けますね。まあ、そっちの方が残ってな、そうですね、溶けてる感が、はい、こっちね、よく溶けてますね。加熱後のやつは、まあ、よく溶けるって、まあ、そんなに溶けないやつも残ってますかね。はい、はい、重曹の方は少し溶けるって感じですね。うん、はい、じゃあちょっとこれをですね、フェノルフタレイン溶液でちょっと観察してみましょうか。はい、はい、フェノルフタレインなのでアルカリ性に反応すると、はい、アルカリ性だと赤く変化するということですね。はい、アルカリ性が強ければ強いほど濃い赤になる、ね、そうですよね。はい、はい、じゃあちょっとこちらに入れますので振ってみてください。はい、こっちが加熱後の方ですかね。はい、加熱後の物質、はい、お、結構鮮やかな赤になりましたね。はい、はい、じゃあ加熱前の炭酸水素ナトリウム、ね、はい、はい、どうでしょうか。お、あ、見えますかね、若干赤くなって、あ、もう肉眼だと分かるんですけどね薄いピンクに、薄いピンクですね。はい、はい、ね、あ、分かります、あ、分かりますかね、はい、ピンクに。ということで加熱後は濃い赤色、はい、加熱前の炭酸素ナトリウムは薄い赤色になりますね。はい、なので両方アルカリ性なんだけれども、うん、加熱した後の方がアルカリ性が強いっていうことが分かったんですね。そうですね、はい、ということで今回ね、炭酸水素ナトリウムを、うん、まあ、熱をかけて分解をしていったんですが、実は中学校の勉強の中ですごく珍しいですね。はい、それが気体、固体、液体に全部に3つに分かれるんです。うん、で1つの物質が3つに分かれると、うん、でちなみにこれ加熱後は何になったんですかね。これはですね、炭酸ナトリウムという物質に、ね、変わりましたね。でその炭酸ナトリウムが固体です。はい、で液体が水、塩化コバルトしてやった水 で、うん、で気体が二酸化炭素と、はい、に分解されたことが分かりましたという、うん、はい、ことですね。そうですね、まあ、ちょっとね、教科書だけだと分かりにくいかと思いますのでね、はい、こうやってビジュアルで映像で覚えていただければ、ね、早く覚えやすいかなと思いますね。はい、